えー、9月の23日木曜日、旧暦内ち組では8月の16日となりましたね。さあ、昨日はね、十、え、五、ー、夜、父のゆるでございましてですね、とっても綺麗な月が出ておりましたがね、えー、また、巷ではいろいろね、各、えー、会社とかで、完結会など行われたりね、ねまた、あの昨日あの、私どものスポンサーでもあります、ローヤルレストランですね、はい、そちらの屋上、今、ビア側でやってますけれどもね、 えー、そこに行こうかなと思って電話したところですね、えー、コーチ社長また、今日いっぱい出るしね、明日だったら大丈夫ですけどって言われたんですけどね、<laughs> ちょっともう、まあね、私も電話しなかったのがまずいんですけどね、なかなかこう、ビアガーデン、いつもこの前もビアガーデン行ったら、えー、いっぱいでですね、えー、すみません、もう下で飲んでくださいって言われましたレストランで飲みましたけどね、せっかくビアガーデン行ったのにと思ったんですけど、はい、ぜひ皆さんもね、今日はね、なんか空いてるって,っておっしゃってましたよ。 今日予定空いてる方はね、ぜひロイヤレストランで、えー、16日のまたあの月もねとても綺麗に見えるということでありますのでね、えー、15夜よりも大きいということも言われますけどもねはいぜひ、えー、今日もねまた星を見ながら楽しんでいただきたいと思いますまた今朝はね、えー、そういうこう素敵な月もですねもう ピカてまぶしいぐらいの太陽朝もね、えー、夜明けとともに私も出勤してきましたけれどもまあしかし暑いですよね沖縄の夏はどこ行ったんでしょうかそんな秋分の日をここ沖縄は迎えておりますさあ1時間今日もですね番組頑張ってまいりたいと思いますのでお付き合いくださいというわけで、えー、1曲目ですね えー、ニューヘイデビュー、私もが流れてしまいましたけど、特に別にかける予定ではなかったんですけどもね、えー、バックで聞きながら進めていきたいなと思いますがね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それではですね、今日はですね、また、昨日と打って変わりまして、えー、スタジオの方から当然お届けしているわけなんですけれども、はい、えー、今日は弓ンソン婦人会の皆さん方をですねお招きしております。もちろんですよ、このスタジオ、はい、私以外は女性3名の皆さん方がね、えー、まあ、 えー、年齢の幅は結構ありますけれども、出ていただいております <laughs>。さあ、えー、それでは皆さんそれぞれですね、えー、自己紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。読谷村婦人会会長をしております、氷川義江と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。比嘉会長、今日はもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。そして。 それぞれ、はい、うん、はい、はい、こんにちはえっと私は、えー、読売炭素の理事をしていまして文化部に席を置いております日川初美と申しますよろしくお願いします初美さんよろしくお願いいたします、はい、そしてもう一方 はい皆さんこんにちはソベ婦人会の橋本みどりですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますはいというわけでありまして今日はですね湯田村婦人会の皆さん方をですねお招きしてお話を伺っていくわけなんですけれどもま、えー、まあ、まあ、久々にこう湯田村婦人会という声をね私もこうスタジオで聞くことになりますが、えー、まあ今回はまあいろいろとこう活動状況もですねお話を伺いたいっていうこともありましてですね今日は来ていただきましたまずは。 えー、日下吉会長にですね、お話を伺っていきたいなと思いますけれども、はい、えー、日下会長、はい、まずエミテーション婦人会、はい、えー、会長は確か今今年会長職になってから、はい、もう半年になります。四月からですね。四月スタジオにはエフエミにはまだ来たことなかったですね、えー。初めてですよ。ねえ放ね、はい。はい。昨年度の皆さん方は確か、えーはい、去年の。 10月かぐらいに、えー、来ていただきまして、はい、新しい会長さんをこれから探しますよみたいな、そんな話を聞いたような思いがあったんですけれどもねそ <laughs>、はい、そんな話をしておりましたが、えーまあ、あの晴れて、えー、4月から読谷村婦人会の会長ということで、読谷村婦人会っていうものは、はいえー、それぞれ各朝に婦人会ってありますよね、祖父、はいえー、婦人会、とや婦人会とかいあるわけなんですけれども、その婦人会の皆さん方を。 17い、あざがありましてその17日あざの下部組織といいますがそこの会員が一堂に募ってですね闇炭村婦人会が結成されておりますなるほどその人数って大体どれくらい約1000人1000人はい1000人ぐらい結構な数ですねはいいやということは1000人の代表ですかそうです すごいです。<laughs> しかし、毎回こう思いますけど。<laughs> 夫人の皆さん方のパワーもすごいんですけど、この千名っていう組織も大きいですよね。私の一人の力ではできないんですよ、うん。うん、やはりうちには、あの、他にも、私の他にも、うん。副会長で、副会長、会計、うん、秘書記の皆さんがいて。その中にまた各技の、会長さん。十七、うん、数の会長さん、うんはい、そして理事の皆さんが、うん。 いらして皆さんのがバックアップがあって初めてですね、私も心強く活動できるわけなんですよ、うん。なるほどね、はいえー、理事といいますと、今、大人にご一緒に来ていただきました、比嘉初美さんの方もも理事なんですよね。で、あの、弓谷さん法人会の場合は、そのえー、会長職を退いたいわゆる前年度の会長職の皆さん方とか、これまでの会長の皆さん方がそれぞれ理事になってきている。んですかじゃあ

えー、総務ですね。あ,<ー><初>あそういうふうに分けられているわけだ。それから生活、生活。それからな、うんらだっけ、えー、文化あ広報ですね。広報、うん。広報。 あレクは外しちゃいけないですね、藤、はい、人に夫人ぶりとってはね。でもこの婦人会の姉さん方、こういう、まあ、格アザでも活動なされてますけれども、お嫁さん、損としての孫の 婦人会としての活動もあるわけですよね、会長ね。はい、いっぱいあります。うん、あ、いっぱいいっぱいあるんですか。<laughs> はい、え、何？それぞれ各部も行事がたくさんあるはずなのに、<laughs> そうなんです、ね。そんでもあるんだ。はい。あなるほど。<で>例えばどういうふうな？この各部のやはりあの今回はやっぱりレク体育部ということでまあスポーツ例があるんですけどね。うん、はいはいはい。その前にまた文化部としては、うん、あの。 今文化講座ということで健康講座役場のですね健康環境課の職員にお願いしてですね交渉してもらって昨日もやったんですが健康講座をやっております読谷村の検診結果特定検診の結果結果とかですねそういうまた栄養講座とかですねで10月にはまたえ 調理実習とかヘルシー料理の調理実習とかを導入しております。そしてまた QL 活動ということで、QL ってあのクオリティライフということなんです。クオリティライフは、いあの QL いろいろですね。エコ活動今やっております。この間はあのどう生ごみを減らすあの活動ということで、ひ肥前川行政組合の山内 秋平さん、秋平さんもですね、あの講師に招いてですね、生ゴミの処理法をあの勉強してもらったり、やっております。ええ、あそういう勉強会とかもいろいろ講座を設けて、ええされているわけです。講師をまねきしてね。はいはい。 なるほどそういうのをね、やっぱりこう、各あざ単位でも可能なんですけど、やっぱり広く、ゆみたんに一気に広げたいときっていうのは、こういうゆみた婦人会みたいな活動の方が絶対いいですねほうが、ねうんまあ、婦人からやって、また各あざにフォローして、うんうんうん、ですね、はい、あなるほどなやってるという、今、状況ですね。はい、でもあの、そういう活動もこういろいろあると思うんですけども、会長なんか役員っていうのは、聞くところによりますと、1年単位なんですよね。 1>, ね、1年単位の役員ってちょっと大変じゃないですか。はい、大いですとね,ね、なんかやったことない、はい、でも1年だからで <laughs> きますよ <laughs> なるほど1年だから短期集中で、なるほどね、確か前も、確か、あのー、八重さんで前ね、お話伺った時があったと思うんですけど、やっぱこう1年だからこそできるという話をされてましたよね、俺に金ならんしがみたいなことをね、やっぱりこれだけの組織ですからね。<laughs> もう出館<ー>期集中型ですよ短期集中型ね。ええ本当ですよね。はあのー、あれ厚美さんはどれくらい前に会長だったんですか。私はえっと18年の会長を、うん、平成18年の会長で。はいはい、ああ4年ぐらい前ね。そうですね、はいはいあ。そうですか。やっぱりあのー、どうですか。その4年ぐらい前と今とのその婦人会読み出す婦人会としての役割みたいなものとか活動状況っていうのはあまりこう変動はなく。 毎回こ,うこなしてるみたいなまあ,あの基本的にはこう,うん、うん、行事がねもう婦人科こ,これだけはもう絶対やらんといけないっていうのが基本がありましてそれにまたその時の年度のまた行事を応じてね応じて入れていくって、うんはい、そういう感じでもう一応あの年間進めていってるんですけど,ど、うん、いやもう先輩方から聞きながら比嘉会長あれですね 去年どうだったああだったみたいなこと、うんそ,はい、それで先ほどもこう理事の皆さん方が依頼となかなかできないよって話もされてましたけど、はいはい、そういうことなんですね。すねはい、あいつもこのそういう会役員とかの話になるとこう新役員っていうの大変だねって話をいつもするんですけれどもやっぱりこう婦人会もあの同様でやはりしかも今回 婦人会っていうものは下からこうなんていうんですかあの副会長が会長になるとかそういうものに決まってるわけじゃないんですよねい, <や S 1> いきなりこうあの人みたいなそんな話じゃないかといやいや一応ですね <うん S 2> 例えばあざから会長さんが出てくるじゃないですかその中から大体先生みたいな。 選ん、でい、っていうか。選んでっていうよりは、まあ。候補ね。候補に上げて、で、工芸。って言ってたんだ。選挙もするんですよ。らしいですよね。そう、それを今お、話ししたかったんですけど、選挙をなさるっていうことね、聞いて。びっくりして、いきなりなんか、これ、じゃ。 立候補みたいな推薦候補みたいな。推薦推薦推薦ですよ。はい。壊しません。立候補はしないでそのままあなたは当選しましたよということで入ってくるんで。一応ですねあのまあまあリジのリジとの間でだいたい今年はじゃあのこの過去のこう。 役、まあ、ですね会長はもう理事に上がりますから残りの3役が代々いるじゃないですかその中から、まあ、今年はじゃあというか、まあ、その家庭状況もみんな見ないといけませんのでうん、うん、この方の今置かれている状況を見ながら,、ねらね、見ながらじゃあこの方今年はじゃあ大体できそうかなということをまあ推薦して、うん、でそしてあの。 卓話の会長さんとかこう相談しながらあのをなんて投票していただいてその中からじゃお願いしますということですごいねまああのまたお願いしていくわけですよ日が会長そういうのやっぱ断れない立場になるんですねそうなんですよもうやっぱり悩みますけどね悩ますけどねあでもねこれだけのたくさんの方々がご支援いただくね。 えー、なるわけですからね。はい,はい、いや、でも、その一銭名のね、そのグループの長に立つということで。総婦人会長っていうのは、いろんな役職に入ってますからね。はいそうですね。もう超強力。多忙じゃないですか。協力事業が多くてですね。多忙,す多忙ですよね。婦人会だけの事業もこなさないといけませんし。うん、協力事業。<う>例えば、役場の依頼とかね。なんか、協議会とかね。うん、その中にも入っていきますから。うん 大変ですよ会長さんもでもですねあのとても勉強になっておりますよ会議等に参加してですねあのいろんな経験させてもらっておりますそうですよねもう本当に今感謝しておりますああ嬉しいですねそうなるんですよね役員になるときはとてもあのどうどうするのかねという悩みもあるんですが。 ゆうみたん村婦人会の皆さん方をお招きしてお話を伺っておりますがまあ村婦人会、まあ、婦人会という言葉自体が我々小さい頃からですねやっぱり母ちゃんたとかねお地域のおばさんととか見てますからえどこの行事においてもまあ 婦人会っていうのはね、えー、いつもいらっしゃるわけで婦人会がいらっしゃらないと成り、まあ、立たないんじゃないかなと思うぐらいですねいろいろこうお茶若さとかねもう特に我々こう青年の時とかもう A さんの時なんかっていうのは婦人会の皆さん方がね、えーこう いいろろ仕出しをねやっていただいて、えー、受け目とかね作っていただいたりとかするとね本当に、えー、嬉しい限りなわけなんですけどもまあそんな、えー、婦人会の皆さん方で今日は読谷村の婦人会ということでね、えー、各あぜの婦人会をすべて網羅したグループであるということでありますが、まあ、数々の行事をねたくさんこなしているわけなんですけども比嘉、えー、会長あのーはい まあ、今回、その行事の中でも、えー、実は今日あの同行していただいております、えー、橋本みどりさん、はいえー、橋本さんが今回、読ンソ村の婦人出張大会で、はいえー、最優秀を取りまして、はいはい、その代表になったと。はい、しかも、中央大会を経て、はい、県大会まで。そうです読谷村を代表して、中部地区大会、うん、そして中部地区大会,、うん、区大会を経て。うん 中央大会ということで。おおなるほどね、すごいですね。これ第43回ということなんで、そんな中でトップニュースがはいはいどういう賞見事県知事賞いただいてまいりました。ああありがとうございます。ありがとうございます。ねえしさんもうこの先輩方と一緒に横になるんでなんでこの人が来てるのかなってみ思ってるかもしれませんけどね。 <laughs> いや、本当おめでとうございます。<laughs> はい。それではですね、この時間、えー、まあお話はね後に回しまして、早速ですけども、この第43回、えー、ミタンソン夫人の主張大会で代表になりました、えー、橋本みどりさんにですね、県、えー、知事賞を受賞されました、えー、発表をですねここでやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。My name is Midori Hashimoto. I am half American and half Japanese. 私の名前は橋本みどりです。父はアメリカ人、母は日本人のハーフです。現在、日本人の夫と息子二人の四人家族で、ソべの自宅にて小さな英会話教室を開き、ささやかながらも幸せな日々を送っています。私はあるトーク番組で、 国籍が違う両親から生まれハーフであるがゆえに偏見や差別を受け苦しみを背負いながら生きる子どもたちの存在を知りましたこのような子どもたちの苦しみや悩みを私も共有し経験を通して真摯に考えたいと思いました私がアメリカンスクールから日本の小学校に転校した際「今度の転校生アメリカあってよ」 と影でささやかれ茶色い髪に茶色い目パーティーに着用するようなドレス姿で登校するもクラスの仲間には文化や習慣の違いに違和感を持たれ単なる興味津々だけではとどまりませんでした突然日本の学校に通うことになった私は「アイウエオ」の五十音が全くわからず相手に自分の気持ちを伝えることもできず それがストレスとなっていました。それでも身振り手振りで新しい言葉を必死で覚え、日本の文化や習慣にも触れ、次第に友達が増えていくことが何より嬉しいことでした。ところが数か月を過ぎた頃から、私に対するみんなの言動が変わってきたのです。お前はアメリカだろアメリカはアメリカに帰れなどと言われ、 私の存在が否定されたたと思い深く傷つきましたある時は玄関先で石を投げつけられたりランドセルを隠されたりするようになりいじめがだんだんエスカレートしていきましたどうして自分がこんな目に遭わないといけないのなぜアメリカ人と結婚したのハーフなんてもう嫌だと母を困らせる日々でした。 それまで自分の生い立ちや国籍について考えたこともまた気にすることもなかったのにこの時ばかりは衝撃が大きくだんだん自分が卑屈になっていきました私はハーフから逃れることができないなのに事実に向き合おうとしないそんな心を埋めることができないままでいたのです私の生き方の転機となったのが 中学校ででののの教科の一つ英語との出会いでありましたある授業でのこと「みどりさん教科書の10ページを読んでください」と指名され「Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you?」すると「英語の発音きれいだね。英語話せるのいいな」思いがけないクラスの仲間たちの反応だったのです。 感感感性や感情にに敏感な思春期に自分がハーフであ,あり英語が話せることでいじめに遭っていた私がクラスの仲間から自分の存在が受け入れられたと思いましたただ落ち込むだけでは何の解決にもならない周りの人とつながり得意な英語で自分らしく生きたいという私の夢や存在が理解されたと実感したのです 大学卒業後選んだ職業が英会話教師でその教師歴も今年で15年目を迎えました今元気いっぱいの子どもたちが毎日教室へやってきます「Are you hungry?」の質問に「No, I'm not」とぶっきらぼうに答える長男そして「Yes, yes, I'm hungry! クッキー、クッキー、please!」と笑いを誘い クラスの雰囲気作りに一役買っている次男。対照的な二人の息子も他の子供たちと一緒にレッスンに参加し、アシスタント的な役割をしてくれています。その息子たちが英語を身近に感じ、仲間たちと違和感なく溶け込み、コミュニケーションしている姿を私の多感だった思春期と重ね、改めて冬来たりなば、春遠からじ、 今、そんな思いを深くしています。文部科学省では、2011年度から、小学校5、6年生を対象にした週1回の英語の授業が始まります。日本人として、基盤となる日本語の習得や、国語力の向上が重要であることは、言うまでもありません。しかし、次世代の日本を背負って立つ子どもたちが、今や、 世界の共通語として共有している英語の力を身につけることも重要なことだと思います。ありがたいことに昨年から私の住むソベクが英語の読み聞かせや英語に触れるチャンスを私に与えてくれました。公民館の図書室で週1回の読み聞かせですが初めて英語に触れる子どもたちも目を輝かせて最後まで聞いてくれています。 ソベクは地域活動も盛んで地域で子どもを育てる土壌が築かれ私の教室に通っていない子どもたちも婦人会や子ども会などの力を借り楽しい英語環境の下で英会話を体験しています地域コミュニティの崩壊などと危惧される中子ども会や地域とコミュニケーションでつながることは子どもたちにとっても幸せなことだと思います 私の息子たちも、不民運動会や子どもエイサーなどの地域行事に積極的に参加し、スリサーサー、ああいいや、などと掛け声を楽しんでいる様子に喜び、婦人会や子ども会などの地域活動でつながることを実感しています。昨今の社会では、ストレスによると思われるうつ病や適応障害などの病気が増えています。 トーク番組で話題になった子どもたちもきっとたくさんのストレスと向き合いながらこれからの社会を生きていくことになりますそれにはありのままの姿を受け入れる温かい社会が重要なのではないでしょうか卑屈になっていた私が救われたのは得意とする英語を生かすことでつらいことも乗り越えられると信じたことにもありますが 人は心が疲れ折れそうになった時は一度休み休んだ後に再び立ち上がればいいという周りの人たちにかけられた言葉も励みになりました温かい手を差し伸べつながることのできる地域や社会が人に夢や希望を与えることができる私が体験から学んだことです そして、私が関わる子供たちに、自分を大切に、自分の自慢できることを生かし、夢をつかんでほしいと伝えられることを、私は誇りにしています。Never give up.Keep challenging.Make your dream come true. 諦めないで、挑戦し続けて、そして、 夢をつかんで私自身ハーフとして生まれ英語でコミュニケーションができるという宝にそして多感な思春期の私の暴言にも耐えた母私を支えた家族や周りの方々それぞれに感謝しさらなる夢を私は追いかけたいと思います。 ありがとうございますありがとうございますいや会長はい県知症ですねまさしく、はい、ね<ー>うすあす素晴らしかったですねえー、先日ですよね十七日、はい、17日ですね、はい、先週の金曜日です、うん、先週の金曜日ね、えー、沖縄県、えー、県婦人会の主催で行われました、はい、そうです、えー、婦人の主張中央大会で、はい、見事、えー、本当にヨミタンソンにおいては三十 2年。2> 2年あまりぶり、ね、はい、え、ぐらいの、すごい大きな賞をね、えー、検知地賞をいただきました、えー。橋本みどりさんの発表をですね、聞いていただきました。橋本さん。はい。素敵ですね。ありがとうございます。<laughs> 本当に、こうね、えー、堂々と発表される姿を、こう、私たちも、えー 本当にこうイメージできるような感じでお話をしていただきましたありがとうございますさあそのまたお話もですねコマーシャル上げに、えー、続けてかかっていきたいと思います はいお送りしておりますユンタニャデ出番ですよね先ほどユミタンソン婦人会から代表でねえ剣、ー、道中央大会に出場しました、えー、橋本みどりさんの発表をね聞いていただきました橋本さん、はい、改めて、えー、おめでとうございますありがとうございますはいえー、そして今回のこの発表の内容もそうなんですけどね本当に私もあの昨晩委員会長からあのいただきましてですね読ませていただきましたけれどもいやまさにこう 検知を取っったよって言われたからかもしれませんけれどもあのまあこの現社会のね、はい、現代社会の中における数々の問題も。 えー、この中に含まれているなっていうのをすごい感じましたね。あのもちろんそのいじめの問題であり、それから沖縄県におけるその実情、やっぱり外国人の方と結婚した2世代、3世代という方々と然いらっしゃるわけでありまして、そんな中においてもまた教育的な役割で、その英語教育っていうのがいかに必要なのかということも、そしてその中にまた親子のね、 最後に締められてましたけれどもやはり、えー、小さい頃っていうのはやっぱりこうまだまだそこまで考えきれないものをしっかりと親が受け止めていたっていうのが背景にあるなっていうのを感じましたしそれをまた今親になって改めて思い出して、えー、その頃の親に対する思いっていうのもまたこの文面の中に隠されてるのかなっていうのをまあ、読ませてだいてね感じたわけなんですけど改めてこう 今日はまたあ,のああいう場所とはまた違う場所で、はい、<laughs> 発表をすることになったんですけども、うん、どうでした読まれて当日より緊張しましたね <laughs> まだあの相手がいると話しかけるような感じで問いかけるような感じで話ができるのでもう少しあの。 落ち着いてできるかな今日はね、あのー、世界中にネット配信してますからねしかもこれねまた録画されてますからこの後もですねこれからぜひまたメール等でですね、はい、え友人知人に 世界中にどうぞメールで送っていただいて、えー <laughs> はい、私、こんなこと発表したよということでね、うんえー、PR できればなおいいんではないのかなと思いますのでね、うん <laughs> はい、でもまあ緊張したということの内容でしたけどもあお話でしたけどもこの内容に関しては、はいえー、今回こういうお話を伺ったのはいつ頃なんですか、えー、これ発表しようというと、えー、ちょっと直接話が来たのは6、うんうん 6月7月ですかね。あ、6月7月ぐらいです。会長そんな早くから。はい。あのお話をされてるんですか。はいはい。えっと私たちはですね、もう5月の中旬あたりから勉強会を始めてですね。この市長大会に向けて、の勉強会をあのやっております。そしてあの指導の先生に関しては、今あのキャン5年6年前からですね、キャン弘子。 教育委員長にですね、お願いしてですね。もう長年、あの指導してもらっている状況です。そうですか。その頃に、平賀会長なんかは、各。なんですか。麻の、あの婦人会の皆さん方に、呼びかけして。をしてるわけですか。で、勉強会に来てもらってです。ねそして、あの、しっかりと勉強していただいて。 やっぱり勉強会ではいろんなことを先生、取り上げてですね、うんうん、勉強して、はい、そして、各業に下ろして各業からあのこの代表を決めてもらってですね、うんうん、それで、村の市長の大会につなげていくわけなんですよ。はい、主張大会っていうのはあの八海さん、何名ぐらい参加されるんですか、この村の大会においては。大体 4名4名,4名,5名もいるその年によって出てくる方が多いか少、はい、ないかあるわけですね。参加できる方がいあ何名とは限らないんですけど多ければいい。 本当はいいんですが。いいということでね。なるほどね。でも毎年こういう年も活動もあるということがもう決められていて、43回ってみましたけど、あの中央大会この43回ありました。エミタンソン大会も43回なんですね。そうですね。すごいですね。県とともにす。ごいはい。だからあの。 43回続く中で過去にもいろんな出ていただいた方々いろんな賞をもらっているそれもまたこういう歴代先生方が例えば千葉な恵美先生とかそれから新庄利恵先生それから山内寛子先生で今現在キャンセル6人っていうふうに代々も先生方がちゃんとこう指導しながらこう。 やっていただいてるんで、ね、もうおかげさまでこう、うん、もうずっと過去からこういういい成績をしてもらって成績をね、本当にそうですよね。うん、で、今年見事みどりさんが県知事受賞をもらいました、うんはい、っていうことなんですね。すごいですよね。はい、橋本さん、それ、はい、からまあね、それのお夫人会だということでありますが、はい、ちょっと意外にびっくりしたのはですね、はい、あのー。 お若いなっていなととうことでですね <laughs> あのちょっと婦人会のイメージやっぱり僕、会長なんか結構お会いするので、はい、<laughs> それらしき年の人たちかなみたいなイメージだったんですけども今回、婦人会のね代表で出てましたということで日嘉会長から伺って、はい、で今日、今ねお会いしてあのあ若いんだなって思ったんですけどやっぱり若い方が婦人会活動っていうのは最近少なくなってきているような気がするんですけど活動的にはやっぱりそれの方で。 そうですね、うん、あの私がちょっと自宅ソベの自宅で英会話教室をしていることもあってソベ、はいはい、の,の子たち の指導してい子ども会にも加入して去年はちょっと子ども会の役員をさせていただいたんですけど子ども会とまた婦人会のつながりとか交流も結構ありますのでその関係で子ども会と婦人会と両方っていう形になるんですけどこういう形でもるですね。若い方々の婦人会メンバーが増えていくっていうのは嬉しいことですね。 あの19年度も私、執行部におりましたが、その執行部だったんですがね、はいうん、その時もも、袖の植一恵さんがですね、うんあの、県で琉球新報社長賞いただいたんです,<ほ>ですか？うん、それでも私も米私も袖出身で、<laughs> うん、それでもこらしいですこんな若い後輩がですね、いろんなそういう方面でですね、また頑張ってもらってですね。うん

あのこんな素晴らしい会見なのでぜひ番組に出して PR させてくださいということだともう大歓迎でいつでもいいですよということで日程をすぐ調整していただいてですね、はい、まあまなんかあの新聞、テレビとかでもねだいぶ反響が良かったみたいで。そそうなんですよ、えー、でその日に、うんあのー その日の日夕方ですね早速、はい、あのニュースで流れていたみたいで,、うん、で早速新聞見たよ、うん、あのニュース見たよということで,ですね、はい、あの歴代の,あの会長さん今顧問なさってる皆さんからもですねたくさん電話いただいてですねう祝福の電話がたくさんあってですね 会場を引き受けてよかったなってね、本当ですね。本当に思いました。うん、いや改めて本当に弓田さん夫人会員の階級ですのでね、橋本さんのご努力も当然でありますが、そういうバックアップしていただいてるね先生方がいらっしゃってご指導いただいたからこそっていうのね。しかもそれがあの今回のみならずこれまでのやっぱり実績っていうのは大きいですよね。そうですね。松尾さんなんかの頃からもそういうねご指導があったわけでしょうから。私の時はですねあのまあ同じ気なうんうん。 伊集院アイラさんが琉球新報賞をいただいたんです、ねはい。そうですか。だからもう代々このその年度年度割とみんな優秀な成績を収めているんですよ。読たすいす,、ね、たすごいですよ。はい、本当にね <laughs> 橋本さんあのー、そういう,うね、えー、県の方でこう発表をなされてもちろんメディアでも取り上げられたわけなんですけれども周りの反応はいかがですか。特にご家族とかはどうでした。 えー、家族の方は結構冷めてるかもしれないですけど、うん、<laughs> あの今回本当に応援団が一回前、うん、まあそんな。 大会があって、さらにね、あの中神というか、大会があって、中央に行くにしたがって、この応援団の人数も増えていきましたし。あの、ソベ夫人会のみならず、村内のすべての婦人会から。もう、本当に応援、それから、ご指導もそうですけど。たくさん、あの、力も、パワーももらって、本当に感謝しています。あの、大人になって、こういう経験、緊張する経験、人前で喋る、話す経験っていうのは、本当に、あの、ね。 何回もさせてもらうことができるわけではないので、うん、そのチャンスを与えてくれた婦人会にも感謝してますし、うん、最後まであのみんなで協力して応援してくださった方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。うん いやーあのご家族は冷めてたって言ってまえけど <laughs> <laughs>、えー、いや子供たち何も言わないのまたかって感じで <laughs> <laughs> またか特に次男はもう、うんあの「ママなんかまた新聞載ってるよ」みたいな感じです、ね、ああそうなんですかでも、あのーまあ、小さい頃のねご自分の背景経験などをこう題材にした内容っていうこともあってでちょっとえー ご自分の殻を破るっていうパワーっていうのも当然必要だったんじゃないのかなっていう、はい、そこの文面内容にしようっていうふうに思われたのはどういうういきっっかかけだったんですかそうですすそねあの、うん、今ちょっと子どもたち小学生を対象に英会話を教えてるんですけど、うん、その子どもたちを教えている中で、うん、あのもう少し頑張れるはずなんだけどな、うん、もう一歩上を目指してもうちょっと努力できないかなっていうのを日々 あのレッスンをしながら考えることがあってはい、はい、でもしかしたら自分がこの私はアメリカ人ハーフということでいじめに遭ってたんですけど、うん、ハーフ以外の理由でいじめに遭っている子たちもたくさんいると思うんですね。ただいじめににっっってててるからって言って家に 閉じこもってたらもう前に進めない、うん、本当に何の解決にもならないので私がこのハーフっていうのでいじめにあって、うん、それでも英語っていう得意なもの自分の得意分野を見つけて、うん、今は堂々と人前でハーフですって、うん、先生っていう職業につけることを子どもたちに発表することによって、うん、伝えることによって子どもたちにもうちょっとやる気、うん、それから自分にも何かできるかもしれないっていう思いが伝わればと思って、うん、この題材この内容にさせていただきました。なるほど 本当にそれは、ね、十分に、えー、十二分に伝わってるんじゃないのかなと思いますしそれだからこそ、まあ、このような快、ね、挙、海峡検知事象っというものも使用されたんじゃないのかなと思いますけどね、まああのー、この文面、あのーね、今回の発表の中にあります、えー、その中学校の時ですか、えー、ハロー、ハロー、アイムファインディキューでしたというコメントをかえて僕はあまり上手な。<laughs> ご存じの連帯申し訳ないんですけどでもそういうえその最初のねこの発表の中にあるその一言と同様に何か一つきっかけの中でその自分の殻を破るっていうのがえ今の子どもたちにもやっぱ経験してほしいっていうね,うねえ自分の持ってる生かせるものが必ず自分の中にあるにもかかわらずそこがなかなかこう見いだせない子どもの頃っていうのはね うんで今は、えー、祖母のほうでご、はい、自宅のほうで <自宅 S 1> 学習塾、ね、英,語英会話のねールうされてるっていうことあります、はい、それの中でやっぱ子どもたちにやっぱ教えていくっていうのもね、えー、この今回の発表の中にも盛り込まれてるっていうことでしたけれども、まあ、これから、ね、あの今回の発表がまたさらに、えー、この子どもたちに思いを、ねはい、伝えていく一つの また新しいきっかけになりますねはい、なってくれるとこういう経験ができてしかし、被害会長こういうご自分の経験を表に出すっていうのは結構のね、パワーだと思いますからねそうです若いからこそできるようなもんですねそうです、もちろんそうですもちろんそうですぜひまた、被害会長なんかそういう発表の経験ってないんですかないですねえないんですかえそうですか私のはできます じゃあ、あの、あれですか、初見さんも、いや、私にもそれはできない、でなるほどね、でも、これからのね、また橋本さんみたいに、若い方々の婦人会の皆さん方に期待が、さらにかかりますね、はい、もうぜひ、これを機会にね、若いお母さん方が婦人会に参加して、こういうね、やっていただけたらなって。 思いますね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、えー、またコマーシャルをお届けしてお話を、ね、かかっていきたいと思います一旦コマーシャルです はい、お送りしております。エンターチャーでですよ。今日はですね、ええ、本当、英素敵なお話を、えー、聞かせていただきました。エ、はい、ンターチャーの婦人会の皆さん方をお招きしての一時間ですけれども、まあ。し しかし、人前で、ね、発表するっていうことは本当に勇うう気づけられますが、その発表するための、えー、またパワーっていうのが、えー、すごいぐらい周りにあるということをね、えー、そこに気づくのはおそらくこれに関わった人しか、えー、そう感じないんじゃないのかなと思ったりもいたします。えー、発表した方、経験のある方、それに携わった方々っていうのはそれがあるからこそまた応援しようっていう気持ちもなるわけですね。えー、それが43回 えー、県の大会と同様に読谷村はですね、えー、その市長発表大会っていうのが開催されてるっていうことは本当に読谷村のですねもう先輩方の,の母ちゃんターのですね婦人会の皆さん方のパワーっていうのが戦後本当に間もない頃からですね 子どもたちの教育のためにあるいは生活のためにということで生活改善グループなどがですね、えー、戦後本当に間もない頃からご婦人の方々のグループっていうのが読谷村は一番役立ち上がったと聞いておりますそういう意味では読谷村のですね婦人の皆さん方の活動っていうのは本当にこう歴代、えー、受け継がれて今もなお まだまだですね、脈々とそれは、えー、若い方々に、そして受け継いでいこうという意思もですね、本当にこう、現れてるんじゃないのかなと思ったりもいたします。まあ、そんな中で、今日もですね、ユ、えー、タンソン婦人会の会長、比嘉義江さん、そして、えー、過去にですね、婦人会会長を、えー、経験いたしました、今現在、理事であります比嘉初美さん、えー、お招きしてお話を伺っております。さらに今回はその 人市長大会県の中央大会の方で、えー、県知事賞を見事、えー、受賞されました、ソ、え、連、ー、出身のですね橋本みどりさんをお記きしてお話を伺っております。会長 改めて本当に読みたん婦人会の開挙でありますのでね本当におめでとうございます。大変ありがとうございます。もうわわわがわが子みたいなもんじゃないですか。年齢的にちょっとついたりするかもしれませんけど。そうなんです。でもその中ですよね。はい。ねえそういう意味では本当に今ね受賞は本当に心らしく嬉しいものであると思いますけれども、まああの今お話したようにまあ婦人会も本当に四十三回の大会をやってるんですけども。 あのー、先ほどちょっと打ち合わせの時にちらっと私あの書かれてるのを見たんですけど、はい、なんか読谷村婦人会は 100, 100年近くなる歴史があるんですかそうなんですよ、えー、僕今その戦後、えー、戦後からこういう活動がなされてるのかなということを僕ちょっと今トークでいい<や>話したんですけど戦後じゃないんですね。そうですはあ<ー>大正3年,大正、ね、3年が読谷の婦人会の すごいですね。始まりだそう。その当時はですね、なんかあの。会長なさったのは、その当時の村長さんで。あの男の方が会長さんだった。そうですよ。読み取る婦人会の会長。はい。あ、ふん。立ち上げる。立ち上げる。ああ、最初の年。へえ。なるほど。婦人。孫婦人会館を作詞なさったですね。千葉千英子。 へ村長時代に立ち上げられてるみたいェレントですね。何ですか。はい、すごいな。でもすごいですね。私たちをですね。<ー>あの今度三月の三月にですね。規制、うんはい、会が発足されてですね。あ、百周年。百周年に向けて。はい、けてあ、そうなんですか。おすごい。記念事業を立ち上げてですね。これから準備しないといけないんだ。 推進しているるところですなるほどね5月には、えーとうん、やっぱり資金造成100周年記念事業を成功させるには、うんうん、高くな資金事業があ資金が必要ですので、はい、その中で、えー、100周年記念事業資金造成バザーというのもやってですね、うんうん、そして6月にはまた歴代会長をお招きしてですね残波、はい、の方で。 あのホテルの方で今段階も終わっております。ああ、じゃあますますこうこれから百周年に向けてもう本当にスタートって感じですね。じあそうですね。そうですか。2014年でしたね初めにですね。は2014年に百周年を迎えるんですよね。迎える。じゃその時はもう本当にこう祝賀会などイベントなどがこれから予定予定でおります。はい。あの百周年に向けての試練試練試を今作ろうと作ろうと。 準備をしているところでなるほどねそう,ううそうですかじゃあますますもうこれからまた「読谷つ夫人会」ね次の100年に向けてねうもう同時にねスタートしていかないといけない100周年っていう節目を作ることと同時なんでしょうけど次の100年の目指して読谷つ夫人会がどの方向に持っていくのかっていうことはね、はい、これ今を。 ね、あの活動する皆さん方のまた新しい課題になるかもしれませんね。そうですね。もう200年も続くために、みどりさんたちみたいな、そうですね。たくさん入っていただいて、つまたね、200年に向けてつないでいてもらえたら、本当たすもう大変いいんじゃないかと思ってるんですけどね。それはまたね、できますよ。100年やってきてるわけですから、こういうにめくめくと、よみたん村婦人会でしたらできるねと。 思います。大,<丈> <laughs> 大丈夫ですよね。<え> <はい S 2> 橋本さん、すごい。 重責ですすよ <laughs> 頑張ります <laughs> 押し付けられているような感じをしないでもないんですけどね、もう若いもの若いものっていう感じですけどね、<laughs> でもね、でもそういう時代はね、またおそらく日賀会長町は東理事なんかもね、大先輩の方々からね、そういうに言われてきてると思います。<はい S 1> それはずっとね、<うん S 1> 受け継がれてくるものだと思います。<はい S 1> そして歴史がね、<はい S 1> 変わっていくわけでして、作られていくものだと思いますのでね、は, <い S 1> はいぜひこれからもユニタンスの婦人会に皆さんもですね、ラジオ聞いて皆さん方もご支援いただいて、ぜひ。 あのまた最近はねあのやはり何、えー、てうんですかアザーに加入する未加入者も多くなってきてるって話も一部では聞こえてきますけれども。 そんな中においても婦人会の皆さん方も、えー、どんどん、あのー、またねご参加活動をね一緒にこういう活動ができますよっていうことをねこれからも、えー、また私たち f m ミターもですね、えー、ミタンソン婦人会の活動も応援していきたいと思いますので、はい、ぜひねご加入もね一人でも多くの方がね、はいえー、参加していただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います、はい、また100周年に向けて、あのー、ぜひ懇談会みたいなものもまた一緒に企画して あの文字だけじゃなくてこういう番組として残せるのも必要かなと思いますのでその時はぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと先でも入れてきましたけどいさあそんなわけで今日はですねヘメダンソ婦人会の皆さん方お招きしてお話を伺いました初めてラジオに出演しました会長日賀会長どうでしたか今日は緊張しました ありがとうございました。いいあの経験をさせてもらって大変ありがたかったはいまたこれからもぜひあの本当に不人会なんかこういう P.R. ありますよいういつでもね P.R. にあのお声掛けください。よろしくお願いします。ありがとうございました。あした。はいそしてリジェダリます日橋さん。まあ日橋さんはねあの名水協ね赤い選挙推進協議会の中でもあの何度かご出演いただいております。今日はありがとうございました。はいありがとうございます。どうでしたか今日は。おかげさまで。 あの名水郷に入って一度は、うん、一応出していただいて、ねうん、まあちょっとは。 なるべく、いない。でもやっぱり、なんかマイクを前にする、とドキドキ、うんうん、まあ日頃ないですからね、<内で S 1> これはね。もう全くないですので <laughs>、はい、やっぱり、ドキドキしますね<あ>。はい。で、お今日う、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます、はい。そして、えー、ね、先ほどご紹介しました、そべの出身で、ええー、そべの婦人会でもあります、橋本みどりさん。えー、本当に、ええー、発表高いにおいての、検知事象、おめでとうございます。えー、今日は、いかがでしたか。 はい、ええー、自分が話した声がすぐ耳の方に入ってくるって、すごい不思議な感じがしたんですけど。あのみんなの前で舞台に立って話すのと、また違った緊張感があって、すごい楽しませていただきました。ありがとうございます。ますえ、どうもありがとうございます。またこれからもね。0 0年に目指して、活動を期待したいと思、はいます。はいはい、<laughs> そうですね。はい。えー、では、えー、今日のお客様はですね、闇炭素婦人会の皆さん方でございました。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 はいお送りしてきました、ゆんたんじゃ出番ですよ。今日はね、えー、素敵な女性の皆さん方と一緒に放送ができて最高ですね。昨日は、ルーチー車の中での放送だったんですけどね、えー、今日はスタジオで、えー、素敵な方々との放送でした。またあ日この時間、お耳にかかりたいと思います。お相手は中曽根と泊でした。